日本剣道具うどんです。かき揚げをもう自分も乗せちゃいます。すごい香りがいいネギですね。いただきます。はい、うん、熱々シコシコ美味しいです。どうですか、ママの味は。うん、こういうの毎日食べれたらいいですね。はい、お昼に。じゃあかき揚げの方も。かき揚げ何だったのね。エビ、玉ねぎ、人参、美味しいです。家庭の味、お袋の味ですね。いや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 、社員も喜ぶんですよ。喜びますよね、きっとね。毎日しちゃうと思います。毎日熱々のご飯が、はい、職人さんも頑張ってるから、はい、お疲れ様でした。また来ます。次何かな。カレーかな。水曜日がカレーです。了解です。今度水曜日来ます。料理の修行と防具作りの修行も両方できる、はい、日本系の製作所。若い人だったらここに住んでいいよって多分社長は言ってくれると思います。はい、寮にもなると思うんで、はい、日本剣道製作所、ゼニオム道具、宮崎、ね、多分もう少しコロナが落ち着いたら工場見学とかもできると思うんでね、みんな遊びに来てくれたら面白いんじゃないかなと思います。